何寝てんのよ、おい。なんすか。なんすかじゃねえよ、お前。つか、店止まっちゃいけねえって言ってんじゃん。気をつけます。すいません。もう自分はもう歌舞伎じゃ通用しないなと思って、まあ逃げてきたところもあるっすね。売り上げは、まあ正直なところゼロです。ゼロ？ゼロっすね。先生、ごめんなさい。あー、冷たい。ナンバーワンホストの失脚。かつて歌舞伎町ナンバーナインにて2500万を売り上げたホスト一条ココア。 VK バンドマンとしても活躍し、その名を轟かせていた彼だったが、ある時歌舞伎町から姿を消した。現在彼が生活するのは札幌すすきの。ナンバーナイン札幌の一条ココアとして生きる彼だが、これまでとは真逆の人生を送っていた。 hosttv.com 2022年6月21日、ホスト TV はココアさんに呼ばれ、札幌へと足を運んだ。しかし、しばらくするも、待ち合わせ場所にココアさんの姿はない。スタッフからの電話にも出ず、時間だけが過ぎていく。そして、しばらくすると。あ、すいません、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あ、すいません、ナンバーナイン札幌のナイキンのヒロと申します。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、ココアさん、ココアさんがちょっと連絡つかない状態で、多分転泊しているんじゃないかなと思いますので。あ、お店泊まってるってことですか。多分そういう感じになってると思います。まだ起きてないですか。多分連絡がつかないってことは起きてないんじゃないでしょうか。了解しました。あ、じゃあもうお店直接行った方がいいですか。そうですね、これからちょっと一緒に行かせてもらえればなと思います。じゃあお店行きましょう。あ、はい、よろしくお願いします。ナイキンのスタッフに迎えに来てもらい、ココアさんを起こしにお店へと向かう。あ、ここで寝てるってことですか。そうですね、だいたいここで。ココアさん、ココアさん、起きてください。ココアさん、ちょっと起きないみたいですね。ココアさん、お疲れ様です。ホスト TV です。来てもらえなくて。あ、そうなんですか。そうですよ、ね、どうしよう。今ナンバ代表の方に連絡してちょっと起こしてもらいます。あー、わかりました。はい、じゃあ一回連絡しましょうか。はい。あー、おはようございます。おはようございます。すいません、ちょっとコアさん起きないみたいに。あの、ちょっとこちらにまだ寝てる感じでなかなか起きてもらえません。何寝てんのよ、おい。なんすか。なんすかじゃねえよ、お前。何時集合よ。先生。あ、すいません、ちょっとホスト TV の撮影今日ですよね。1時半集合、今何時。16時半っす。つか、店止まっちゃいけねえって言ってんじゃん。気をつけます。すいません。代表に厳重注意をされ、重い足取りで厨房へと向かう。いつもここでシャンプーするんですよ。ここでしてるんですか。家ないんで。これ真水っすからね。お湯出ないんですか。お湯出ないっすね。あ、そうなんですか。はい、だけどもう慣れました。これ普通に銭湯とか行くお金とかもないってことですか。お金はないんですけど、いまいちどこにあるのかわかんないんですよね。携帯止まっちゃってるんで。毎回お店で、この後部屋目っすね。
お前何やってんの。先生、お前さ、はい、ホテル代浮かしてんのこれ。はい、そう、水分けんなって。はい、先生、目が開かないです。早く流せ。先生、ごめんなさい。あー、冷たい。歌舞伎町でナンバーワンホストにもなっていた一条ココア。目まぐるしい活躍と輝きを手にした彼だったが、カメラの目の前にもうその姿はなかった。こっからキッチンペーパーで拭きます。ドライヤーないんで、持ってきてないんで、意外とするんですよこれ。家のないココアさんはこのナンバーナイン札幌のお店で寝泊まりをしているという。すいません遅刻しちゃって。ああ、いえ、全然。いや、ココアさんそれもう ないやつじゃないですか。けど毎回そうですね、これちょっとタバコ一本もらっていいですか。すいません。ないですか。タバコは毎回なんか探してます。家欲しいっすね。いやー、ココアさんこんな生活だったんですね。今歌舞伎いた頃はあんなにキラキラしてたけど。落ちました。ここまで落ちるんですか。落ちるところが場所変わると落ちました。もう自分はもう歌舞伎じゃ通用しないなと思って、うん、まあ逃げてきたところもあるっすね。もうここで寝泊まりしてたんですもんね今。そうっすね。家借りれないですか。家が、まあ、携帯もなくてもう何もないんで。コバさん今売り上げはどんぐらいなんですか。こっち来てそれはリアルに言った方がいいですかね。あ、そうですね、できれば。売り上げは、まあ、正直なところゼロです。ゼロ。ゼロですね。お客様の数とか、まあ、初回とかだったらたまに来てくれるんですけど、まあ、今のところはいないですね。え、じゃあもう生活するのも苦しいってことですかね。そうですね、まあ、店があるんで、店に大体のものは揃ってるんで大丈夫かな。今実際札幌来てその壁に直面してるって感じですか。まあそうですね、まあけど、まあ、これからかなと思うんですけど、まあ、ゼロだから何とも言えないですね。正直歌舞伎戻りたいとか思わないですか。いや、まあ戻っても、その昔みたいなその V ホスみたいなもう流行んないっていうのはもう分かってるんで、戻る場所がないですね。ちょっとあんまりこの姿を捉えたくないですね。売上ゼロ円、お客様ゼロ人、札幌といううちで現実に直面した彼の性格は内気なものになっていた。まあ、さっき携帯止まってるって言ってたじゃないですか。はい。集客とかどうしてるんですか。まあ来てくれたらみたいな感じです。そんな自らはやってないです。東京行った時のお客様たちはもう全員切っちゃってます。まあそうですね、もう連絡取れないんでみんなと。ちょっとあのもうそろそろ泣きそうなんでインタビュー終わっていいですか。わかりました。そして時刻は夜になり、営業中のナンバーナイン札幌へ。そこにはホストとして働く一条ココアの姿があった。この日はかつてココアさんが所属していたレベル2のキャストたちがお店へと足を運んでくれていた。おもてテキーラ10杯ください。やりますか。マジやりましょう。どう思いますか。その歌舞伎で売れてたけど今こういう生活なんですけど。いやでもやっぱり新しいこう目線っていうのが出てくるんじゃないですかね。今までと一変した生活で、誰よりも店に24時間いるからめっちゃ安心やと思う。守ってる。守ってます。ナンバーナイン札幌守ってます。給料上げてください。1000円でもいいからください。カップラーメンも食べれません。これもらって帰っていい。あー、すいません。いい、あと表記しましょう。あー、もういっぱい飲めない。いいよいいよ。あ、お持ち帰りね。お腹空いちゃうから。テイクアウト。
昼から部屋飯してるからぐじゃぐじゃになってる。部屋飯自分で作ってきたんでちょっとやばいですね。また代表に怒られちゃいます。怯えながら仕事してんすか。そうね。あ、靴濡れてんのかよ。これ超ありがたいですね。あ、けどこれあれだ、加熱式タバコだ。タバコ吸いたいんですか。タバコ吸いたいですね。買えない。あ、違う。あ、こういうのはもうダメです。もう吸えないです、灰まみれで、うん、あ、けどこれいけるかな。これいけるっすね。これちょっとこれ持って帰ります。ヘアメイクお金もないんですか。ヘアメイはもったいないじゃないですか。もう本当にお金かけたくないって言ったらちょっと強がりなんですけど、お金がないって言った方が正しい。性格も内気になっちゃったんです。そうっすね。なんかまあけどあのナンバーナイン札幌の子たちはすごくいい子で、最初いじめられるかなと思ったんですけど、全然もう温かく迎えてくれて、こんな僕を。大きく変わってしまった彼だが、それでもホストを続けられるのは温かく迎えてくれたナンバーナイン札幌の従業員のおかげだった。この日のココアさんの来客はレベル2のキャストのみ。以前知り合ったお客様に連絡を試みる。うん、そう。いないっすわ。お客さんですか。はい。連絡つかないっすか。いやもう追いつかなかったらお茶なんすよ。あ、そうなんすか。今日確かに同業のレベル2さんしか来てないんで。いらっしゃいませ。また怒られる。結局この日は女性のお客様とは連絡は取れず、ただ雑務に明け暮れる営業となった。そしてレベル2のキャストからたくさんのシャンパンをいただき、彼は酔いつぶれた。ありがとうございます。営業終わりましたけど、どうでした？もうダメ。ベロベロじゃないですか。レロレロです。今後の目標は、ナンバーナイン札幌4号店を作る。そして俺が代表。今1号店やった。わあ。はい、じゃあ密着ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。元ナンバーワンホストのどん底に落ちた生活、彼はこの先札幌という地でどんな人生を歩んでいくのか。